桜井光正は、日本の弁護士。第2東京弁護士会所属、桜川岡法律事務所代表弁護士。1977年中央大学法学部、法律学科卒業。司法修集34期を経て、1982年4月弁護士、登録。1997年、若手弁護士の育成と、司法過疎地への人気付き派遣を行う。 日本型公設弁護人事務所構想を提唱し、1998年1月、刑事弁護に精通する、神山博士と共に、桜川岡法律事務所を設立。第2東京弁護士営業副会長、元尾宮法科大学院大学教授。日弁連総合法律支援本部スタッフ、部会部会長、日弁連弁護士推薦委員会副委員長、刑事弁護フォーラム世話人。 1954年、東京都生まれ、千葉県立東葛飾高校在籍時に弁護士を志し、高校卒業後、中央大学法学部法律学科に進学。在学中には、三菱樹脂事件の原告、高野達夫の支援に加わるなどした。1977年、同大学卒業。1979年、司法試験合格。 司法収集の後、1982年4月、弁護士登録、高橋隆信法律事務所入所。1987年、桜井光正法律事務所設立。1997年、被疑者国選弁護制度の必要性と、司法過疎対策の必要性を訴え、若手弁護士を半年内し1年程度育成した後、司法過疎地へ人気付きで派遣し、 任期終了後は再び出身事務所で受け入れるという日本型公設弁護人事務所を提唱。自らパイロット事務所を設立することを宣言し、1998年1月、旧知の神山博氏と共に桜川岡法律事務所を設立。以来、代表弁護士として多数の若手弁護士を育成し、日本各地に派遣している。刑事事件に加え、企業法務、 相続、遺言、交通事故を得意分野とする。ザウの名は、偽善も極めれば、善、趣味は、海釣りと魚料理。ありがとうございます。